ん出てきたね。ありがとうございます。クマちゃんなってんの。そうなんですよ。あ、そう。ちょっと戦いには向いてなさそうかな。そんなことないですよ。そんなことない。じゃあ試しにさ、どんなことできるのか、あのこのおじさんにやってみてよ。おじさんじゃねえだろ。おじさんやないか。お前もおじさんだろうがよ。はい。あれ、鬼丸どこ行った。ここですよ、ここ。おー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 おお、なるほどな。これはちょっとおもろなりそうやぞ。バッテイク様、落ち込まないで。まあかわいい。アホアホ。え、いや自分能力はすごいんやで。能力は大したもんや。しゃけどまさか悲鳴があんな一瞬で終わると思わへんかった。これまさかの子さん、もうちょいさ、あれ長いこと悲鳴をこうバーって続けさせてくれたらこっちたちも助かるんや。まあ、効率が悪いっちゅうか、なんとかならんかなあれ。おお、やつるぎか。久しぶりやな。あら、そう、そういうのを感じるタイプ。俺らもな、いろいろあんねんって。いろいろ。しなさい。手加減しないわよ。あなた意外と弱かったのね。ここから先は通行禁止よ。
おい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 、俺よただのドリンク販売員だと思うなよ。ごちゃごちゃうるさいわね。えい、その番よ。待て、え、何者？ことないわね。でもいいわ、私がやっつけてあげる。なかなかやるわね。こうなったらあんたもぬいぐるみになっちゃえ。なに、これは。ほら後ろだよ、後ろだよ、後ろだよ、ほら後ろだよ。一体どれが本物なの？もう、なんなのよ。どこを見てる？こっちだ。あいつら一体何しようとしたの？これからこの瓦礫をすべて小型爆弾で吹き飛ばす。莫大なコストをかけて処理。まだ作業場には子供たちがいるかもしれないのよ。だが逃がしたガキか。なるほどな。だがそれがどうした？仮に怪我をしたところで金を払えば医者に行けるだろう。次はここだ。次はどこに仕掛けようかしら。誰だ。邪魔はさせんぞドライザー。あんたも倒してコレクションに加えてあげるわ。はっ、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 なかなかやるよ。少し遊んでやろう。